に来ちゃダメ。おじいちゃんが参観日に来るとろくなことないんだから。ホッティ、わしが何かしたかな。どこの世界に腰に真剣ぶら下げて授業参観に来る父兄がいる。忘れたとは言わせないんだから。ふん、何を恥ずかしがっておる。見るんじゃ美智子、この桜を。俺はわしが生まれた時に植えられた桜じゃ。70年経っても堂々と花を咲かしておる。お前のような小心者は笑われてしまうわい。よいか美智子、お前の歩む道は花のように美しく幹のごとく。強く生きるのじゃ、でしょ。ん？そんなセリフ聞き飽きたわよ。ふん、そんなに生かせたくないのならわしを切ってから行け。望むところよ。いざ、バイロレイ。鬼の三十郎と歌われたわしも舐められたもんじゃわい。ん？やーち、待てーち、逃げるか。おのれ美智子、敵に背中を見せるとは。マムとあっても容赦しんで。じゃあ成敗してくれるわ。あたく、剣の道を極めたわしも年には勝てまい。だってまともに言っておじいちゃんに勝てっこないじゃない。作戦勝ちよ。いい？来ちゃダメよ。無念じゃ。こんな女子の策略にかかるとは。剣三十郎一生の不覚。もうすぐ八十郎のくせに。行ってきます。待て、またか。おいたな、三十郎。おう、桜よ、お前はわしと同じ年月を生きてきた。言うなればわしの分身じゃ。なのにどうしてお前は若々しく花を咲かせていられるんじゃ。わしはどんどん衰えているというのに。わしはお前が羨ましい。せめてお前の若さをわしに与えてくれたらの。わしはもう一度おじいちゃん来ないみたい。それにしても高校で授業参観やるか普通。うわっしゃ、いかん、寝入ってしまったわ。おのれ道子め、目に物見せてやるわ。ではここから読んでもらいましょう。剣さん。はい。道子、おじいちゃん、何よ、来ないでって言ったのに。みち
チコ、勝負のやり直しじゃ、表に出ろ。あなた、誰？ほんのれたわけたことをどこまでわしを愚弄する気じゃ。君、今は授業中なんだぞ。それになんだその格好は。さっさと着替えて自分のクラスに戻りなさい。わかったな。ブレモメ。みちこ、今の誰？そう。バカにしよって。これはわしの一長らだ。どこか変かの。なんじゃと。これはまさしく若き日のわしではないか。まさかこれは今流行りのティムスリッパ。いや違う、わしは若返ってたのじゃ。あの着物、おじいちゃんのと似てたな。ねえねえ。ん？あ。なんて体が軽いんじゃ。いくら走っても疲れんし、息も切れん。若さとはこんなにも素晴らしいものじゃったのか。よし、今までやりたくても我慢してたことをみんなやってやるわい。ずいぶんユニークな友達持ってるんだね、みちこ。友達じゃないって。昔よく読んだの。まだ揚げさめし前髪のリンゴのもとに見えしとき、前に刺したる花串の花ある君と思いけり。花串、そうじゃ。しまったの。何もない。あれから60年以上じゃからな。うん、ここはほとんど変わっとらん。ここじゃ、ここであの娘と会うたんじゃ。そうじゃ、
確かこの裏手に。やはり井戸があったか。だがさすがにもう使われていないようじゃな。確か娘の屋敷はこの近く。いや、もう60年以上も昔のことじゃ。たとえ残っていたとしても今もそこにいるはずだ。おばちゃん、寒くない？ああ、ポカポカとあったかいよ。この花串が合わせてくれたんだね、あの頃のあの人に。さて、これからどうしたものか。とりあえず。若いと勢いも違うの。今度は誰をやっちまうか。教えてくださいよ、中台さん。2年4組、剣道子。しかし、あの女には手強いジジイが。いくら中台さんでも。なーに、昔の剣豪でも今はただのジジイだ。それに女なんて力づくで奪うもんよ。たげえ、貴様のような下道に道子はやれん。やべ、話聞かれましたぜ。け、口を塞げばいいんだよ。いやあ、できる。くそ、舐めた真似を。どけ、こいつはお前らにかなう相手じゃない。俺がやる。無粋な。喧嘩だ喧嘩だ、剣道部の中台と変な野郎が喧嘩してるぞ。中台様が？おほー、ウィン島の構えじゃな。さっきの雑魚どもと違って、お主は一筋縄ではいかぬようじゃ。ふん、貴様こそ高霞の構えとは。ただのネズミじゃないな。仕方あるまい、お主を斬る。剣桜吹雪。桜が急に。
子。うわお前まさかこやつのこと。お見事。わからん、これほどの男がなぜ。中台様はね、剣道界まれに見る天才で、あなたの叶うような相手じゃないのよ。誰があんな若造に。何よ、負けちゃったくせに。そんなにあやつのことが好きなら、わしなんかほっといたあやつのところへでも行ってしまえ。こんな大怪我してる人ほっとけるわけないでしょ。こんなのただのかすり傷じゃない。それにうちにもいるのよ、あなたみたいな頑固で負けず嫌いの侍が。喋り方までそっくりだわ。だからなんとなくほっとけなかったのよ。はい、出来上がり。みちこはいい嫁になるわい。もうみちこみちこってうるさいわね。あなたの名前はなんて言うのよ。名前が、そうじゃの、さくら、さくら三十郎じゃ。変な名前。あら、まったく止まるところがないなんて。言っときますけどね、みちこに変なことしたらおじいちゃんに切られちゃうわよ。誰が自分の孫娘に。あ、中台様、どうしてここへ。ねえ、にがどうしてここへじゃ。貴様ともう一度勝負がしたくてな。昼間の勝負じゃ納得いかんということじゃな。しかし困ったの、ここでわしが勝っても。この人手なし最低男。負けたとしても。中台様どうした、抜け。そう言われてもの。ならば抜かせてやろう。あ、真剣。やめて中台様、見損なったわ。弱い相手に真剣を使うなんて。どうしてもというのなら美智子が相手よ。勝負なんて勝っちゃいいんだよ。安心しろ、美智子くん。こいつを片付けたらたっぷりお相手しましょう。どけ。美智子。二刀流。平成の武蔵とは俺のことだ。昼間の木刀とは訳が違うぞ。平成の武蔵か、かわいいの。じゃがお主の刃は欲と野望で曇っておる。おじいちゃん、おじいちゃん、どこにいるのよ。おじいちゃん、お主に武蔵は切れん。ふざけ。バカめ、初刀は一本とは限らん。死ね。さくらくん。桜三十郎。
参った。さくらくん、さくらの花が。ひどい怪我。今薬箱持ってくるから。そうか、さくらよ、お前か。わしを若返らせたのは。けどわしゃもう満足じゃ。もう十分じゃよ。いい夢を見させてもらった。散歩にな。あれ、さくらくんどこ行っちゃったのかしら。みちこ、またどこぞのくだらん男にうつつを抜かしておるのか。べー、何よ、おじいちゃんなんかよりずっとかっこよかったですよーだ。